ピカリング博士エクスプローラー1号の打ち上げ、会見場で模型を掲げ喜ぶ、ロケット製作者たち。写真左から、ピカリング博士、ジェームズ・バン・アレン博士、ベルナー・フォン・ブラウン博士、ウィリアム・ヘイワード・ピカリングは、ニュージーランド出身のロケット科学者。宇宙開発研究の第一人者。ニュージーランドのウェイリントン生まれ。6歳で。 母親の死去に伴いソフトマールボロのハブロックで暮らす。ウェリントンカレッジの寄宿寮で暮らし、クライストチャーチのカンタベリーカレッジへ進学する。カンタベリーカレッジで工学を専攻するも、一年後に、おじのすすめで、アメリカ合衆国カリフォルニア工科大学へ進学する。同大学で学士号を取得後ニュージーランドへ戻り、仕事を探すが見つからず。 カリフォルニア工科大学へ復学する。1933年に修士号、1936年に物理学博士号を取得する。専門は電気工学遠隔測定法。カリフォルニア工科大学で電気工学を教え、第二次世界大戦中にジェット推進研究所に加わり、1954年から JPL ディレクターを務める。 エクスプローラー1号の衛星本体製作に参加し、組み立てグループの葬式を取る。1958年1月31日に、エクスプローラー1号の打ち上げに成功。同年アメリカ航空宇宙局へ移籍し宇宙開発、有人宇宙飛行計画に参加する。同年3月26日に、エクスプローラー3号の打ち上げに成功し、エクスプローラー1号と合わせ、 バンアレン隊の発見につながる。その後レインジャー計画、サーベイヤー計画へ参加した。1976年に JPL 職を退任。カリフォルニア工科大学名誉教授。1941年にアメリカ合衆国市民権を取得。1965年にニュージーランド専門技術者協会名誉研究員。1972年に i e e エジソンメダル、1975年にアメリカ国家科学賞、大英帝国勲賞、1994年に日本国際賞、2003年にニュージーランド勲賞他受賞歴多数。ありがとうございます。